シェルブールの戦いとは、第二次世界大戦中、ノルマンディ上陸作戦中の1944年6月6日に行われた空挺部隊が降下に成功した戦いである。アメリカ空挺部隊は孤立しながらも、ノルマンディ上陸作戦に不可欠である港を占領するために約3週間にわたって困難な戦いを強いられた。連合軍がフランスを解放する作戦に取り掛かった。 時、物資、増援を送るためには、深度の深い良い港を抑える必要があり、コタンタン半島の先端、シェルブールは上陸予定地に最も近い港であったことからこの地域の早期占領を考えた。コタンタン半島一帯は、連合軍による空挺効果を阻止するために、ドイツ軍により、東部川を氾濫させて、湿地帯を作り出しており、連合軍の初期計画では、 コタンタン半島に空挺降下する予定はなかった。1944年1月、上陸作戦の総括指揮官に指名された、イギリス軍のバーナード・モントゴメリーは、コタンタン半島への空挺降下計画を復活させ、部分的に戦線を広げることにより、ドイツ軍を分散させ、シェルブールの迅速な占領を可能にするようにした。6月6日真夜中、 アメリカ第82空挺師団、第101空挺師団は、コタンタン半島に空挺降下した。空挺部隊は、輸送機がドイツ軍の対空砲火を受け分散して降下してしまったが、アメリカ第7軍団がコタンタン半島を分断するために、西へ進撃することが可能となり、さらに3個不評師団が上陸していた。その指揮官であるジョーゼフロートン・コリンズ少将は、 最前線の部隊を交代させ、進撃が遅い場合は、その指揮官を首にして、進撃を急がせた。アメリカ第7軍団の進撃路を塞いでいる、ドイツ軍はいくつかの手段から形成された混合した部隊であったが、上陸作戦の初日、すでに空挺部隊との戦闘で多数の犠牲者を出していた。実際、この部隊は東にあるカーネーの脅威が存在しているため、 この地域だけに対応するわけにはいかなかった。アメリカ軍の増援風評士団はのんびり到着した。ドイツ軍は同部に殺到したが、アメリカ軍はコタンタン半島の南側を確保しつつあった。6月16日までには自然の要害は克服され、ドイツ軍は混乱気味であった。エルビン・ドンメルを含むドイツ軍の指揮官たちはシェルブールにおける 大西洋の壁へと部隊を退却せようとし、部隊はしばらくの間、包囲に耐えた。しかし、ドイツ総統、アドルフ・ヒトラーは、東プロイセンの司令部から、ドイツ軍がその地区を保持する、よう命令要求した。6月17日、遅く、ヒトラーは、シェルブールの南で、コタンタン半島全体を防衛する、新たな防衛線を構築することに同意したが、ロンベルは、 この命令に抗議した。しかし、第1支部軍団司令官はこの裏を書こうとした。破壊されたドイツ軍沿岸砲6月18日、アメリカ第9不評師団がコタンタン半島西岸に到着した。24時間以内で、アメリカ第4、第9、第79不評師団が半島を北へ進撃したが、半島の西側にドイツ軍はおらず、 東側のモントブール近郊にいた消耗しきったドイツ軍は撃破された。連合軍はブリックスを占領、V1 飛行爆弾、V2 ロケット爆弾の基地を奪取した。2日間でアメリカ軍はシェルブールを射程距離に捉えた。シェルブールのドイツ軍には将兵2万1000名が所属していたが、多くは急いで徴兵された海軍要員、労働者、 もしくは撃破された第709不評師団の残存兵で疲弊して混乱を起こしており、また弾薬、食料も少なかった。6月22日、コリンズは攻撃を開始した。最初、ドイツ軍の抵抗は激しかったが、アメリカ軍は沿兵後、統治下へ浸透攻撃を行い、ドイツ軍を追い出した。6月26日、 第79師団はフォールデュ・ルールを占拠し、ドイツ軍の組織化された抵抗は終わりを告げることとなった。シュリー・ベンは捕虜になり、シェルブールのアーセナルと港湾設備での形ばかりの抵抗は数日でやんだが、ドイツ軍の一部の部隊は7月1日まで抵抗を続けた。戦闘後、捕虜となったドイツ兵ドイツ軍は徹底的に撃破されたが、バルター・ヘネッケ海軍少将は、 先例のない沿岸防衛の功績のために、降伏後にもかかわらず騎士鉄十字章をヒトラーより与えられた。7月末には最初の船が入港したが、8月中旬までは限られた、使用しかできなかった。ドイツ軍は、連合軍の迅速な増強とヒトラーの死守命令のために大敗北を味わい、第7軍司令官、フリードリ・ヒドルマンは、 シェルブールが占領されたことについての軍法会議にかけられることになり、6月28日、心郎のあまり心臓発作を起こして死去した。ありがとうございます。